竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日結ばれた三者連合が白紙に戻ったというような噂が流れていますが、どうなってるんですか？いや、白紙に戻ってないよ。これ神戸山口組も池田組との連合体はそのまま維持するいうような通達は出とるよ。世間ではいろんな噂流れるからな。はい、四者連合を発足したような噂もありますけれども。それはないわな。まだ正式には神戸山口組と池田組の連合しか決まってないわけよ。それにおいて池田組の前谷雄一郎頭が絆会とは一心同体やからいうような話しとわけよ。はい、池田組の前谷雄一郎若頭は率先して動いてるような感じですか？やはりこの前谷雄一郎頭、なかなか政治家やな。ヤクザいうのは武力も必要やけど政治力も必要なんよ。では池田組が軸になってるというような感じですか？それはないやろ。神戸山口組頭でもその話に持っていきゃええけど、やはり頭補佐とか本部長いうのはその中心的にはなれんわな。はい、そやから神戸山口組も早いこと頭を作らなあかんわな。ああ、そうですね。山県組団流派から二代目建国会の西野正幸会長とか、はい、成人会藤岡弘美会長で、九州の小島会小島信也会長なんかここら若いんやしな。はい、直参に挙げてこれ次の頭に刺すとか、はい、せんなんことにはあかんわな。そらどこにこの権限があるんやろいうことを迷ってしまうわな。ほんで青木本部長と竹本頭をさ、自分らが権限持たされとうと思うわな。はい、だからそこら辺がな、うん、今さっき言うた山県団流派の3人、うん、ここらは井上邦夫組長と付き合いも長いんやし、はい、そら考えもようわかるやろしな。はい、そういう人間を使っていかなあかんわな。入江忠組長が神戸山口組を離脱した時点で連合体の話は白紙になると思いましたが、会長はどう思われました？私はならんと思った。現実に今なってないんやからな。はい、そら組織言うたらそんなもんと違うしな。体張って組の看板立てとんのに入江忠副組長が抜けた言うてそこで連合を解消するいうのはまたおかしな話よ。それこそ世間に笑われるわな。連合体というのは井上邦夫組長の下は嫌だが横並びの連合ならいいというところですかね？そりゃそうやろ。やはりその自分についと若氏がおるからな。ほな下になれば井上邦夫組長の直参射程はおじきやなんやかんやと言わなかん。はい、やはり縦社会やからな、ヤクザ社会も。はい、そこらへん若氏のこと思ったら五部の連合体にせな社内はな。三者連合を組んだ時の功労者は入江忠組長ですが、井上邦夫組長と温度差があるように思うのですが、どうですか？私は温度差はなかったと思う。ただ楠本雄博組員の命日法要に出席した視線だけで、いつも言うけど夫婦喧嘩だそんなもんよ。神戸山口組のこの上層部が井出忠組長を説得しようなら説得しようよ。私は元へ戻らないしゃないと思う。共有会が戻って五者連合になるというような話も出てますが、それは 100% ない。つい最近絶縁にしとんのに引っ付くわけないやんか。で池田隆組長と寺岡治会長いたら敬遠の中よ。そうですよね。うちでは再三話しておりますが、二代目西脇組宮下和美組長と二代目松下組岡本久夫組長が引退して解散というふうに言われておりますが、これ結局どうなんですか？そういう噂は流れとうけど、宮下和美組長も岡本久夫組長も池田隆組長が嫌いよ。それからそこらでまあ
気分はええことないわな。嫌いなもんが出て行って喜んどったのに、はい、またひっつくいでな、はい、だからそこらで二人は今のところ神戸山口組に文句言いもってでもおらなしゃないわな。先日発売された朝日芸能でも神戸山口組の組織図に入ってましたよね、お二方。だから私いつも言うとうように、はい、この宮下和美組長と岡本久夫組長まだ神戸山口組に残っとんよ、はい、これは私裏取ってまあ確実な裏よ。今回のことで六代目山口組側はどのような反応だと思われますか。不思議と六代目山口組の反応いうのは漏れ伝わってこんな。あ、そうなんですか。一喜一憂しとったでしゃあないやろ、はい、そら業務の利いうのを寝ろとやろな、うん、やけど構想続行中やからな、はい、それで地下に潜っと若しもおるし、はい、6代目山口組としてはコメントを出す立場にないんちゃうか。そうですね。会長はこういった情報早く入ってると思うんですけれども、なぜ早く YouTube でアップしないんですか。そら裏取るまで時間かかるよ。私がその都度上げていってニュースを追いかけていけよ言うたらまあ事件記者になってまうわな、はい、であちこちこっちから走り回らなあかんしな。ニュースを追いかけるほど器量もない。私あくまでもこれ正確な私の話を世の中に発信していけたらな思ってやったわけよ、はい、では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。